ラソフが、この室外圏と頸骨の間のこの辺にあるんです。触診で触ると筋みたい、腱みたいな感触があるんで、午前中からやってるやつでいうと拳でも肘でもいいんで、こういう汚れを削ぐ。この辺骨がゴツゴツしてたりする人がいるんですけど、骨のボコンってなるのがあっても同じ深さでそれを乗り上げて、乗り越した時も同じ深さでいく感じで、急にガタンってなってるのにそれについていかずに表面だけでいくと深さがぶれてしまうので、どんな形状にも対応するイメージで、これがさっきからやってる装備です。で、めっちゃ繊細な加速でこうこうこう熱筋がありますから、そこの両端もって沈んで、これはビデオでなかなか伝わらないんですけど、こう広げていく感じです。今ここの加速のとこ広げてる感じで伸ばしてます。見た感じではめちゃくちゃ何やってるかわからないですけど、やられてる方がわかると思います。伸ばされてる、そんな力になります。指先の方って何かあるんですか？動いてる。動めてる。動めいて伸びてる感じ。伸びてる。うん、ああ。で、どうしよう。側外、こっち下の側外。こっち曲げて。で、ここの頸骨のこのラインがあるじゃないですか。骨みたいなのがあって、ここのとこは肘でこういってもいいし、骨のラインに沿って今こう肩の内外旋してる感じですけど、ほんと際を攻めてるイメージです。肘でもいいし拳でもいいし、これ膝の内側の突っ張りがかなり抜けると思います。ここでこれ、この1箇所、2箇所で。ここだと、側外でもいいし、まあ、このライン。側外でもいいし、うるさい。それで、外側はこう、5をやるんですけど、ここに、ここ、こっちから見ると、このライン。蛇足、頸骨のとこ、ここ。